本日は全11種類の価値観データボードの調査の中から、はい、お二人が特に気になったものをピックアップしていただいておりますのでこちらをお一人ずつ順に見せていただきたいなと思っております、はい、ではまずは森山さんからお願いしますはいこれこんなんもあったんですけど夏告白するならもしくはされるなら、うん、どのイベントがいいという<ー>、えー、診断結果すごいですね1位ね、はいはい、やっぱり半分以上の方が 夏ですから花火大会が終わった後に、はあ、まあ映画とかドラマであるね最後のでっかい打ち上げ花火をバックにみたいなことですか浴衣を着て花火大会は暑いですけどねお前どんだけ外出たないね <laughs> 入ってくんな俺のやつにちょっと暑くて汗かきます、ね、ずっと家おれお前な家おったやミヤネ屋見とけお前なんでミヤネ屋にはい、はい、あ海からの帰りのドライブ中あーあ 海入ったら体ぶたつくけどな。じゃんじゃんじゃん邪魔すんなってそういうもんやろな。三位天体観。これおしゃれですね。これ三位天体観測で二人で夜空を見ているときに。それはちょっといいね。嘘つけやおも。それはいいです。夜でしょだって。今こういうデートとかもされるんですね。四位はまあお祭りの合間にとか五位プールで二人きりでいるとき。ちょっと待ってよ。五位プールで二人きりでいる時ってもう付き合ってませんこれ。 だからそんなこと可能なんですか付き合わずに男女で2人って 2> だから付き合うギリギリの時に行くプールがいいんちゃう2人でいや俺そんな行ったことないでそんなんいやまあもうそれあなたはないでしょそれ <laughs> おバカにしてんのかお前な普通はあるんですよ付き合うギリギリの男女がプールに行ったり海に行ったりとかえウィズのフリップってこれ顔面行ってよかったでしょだから2人きりの時っていうのはグループで行くじゃないですかああそういうことねそう,そうで2人で抜け出してとか44とかで行ってそ,うもうそんなん確定やんなそうですよ 金色やでほん何が先生なんですかいやいや羨ましすぎてねこんなケツメイシの歌詞みたいなことでしょ確かにね青春です何人かで夏行って2人で抜け出してここはケツメイシの歌詞やんもう誰やねんこれこんなんできてん何人かおるやんむっちゃ羨ましいわごめんなさい僕なんかフリップ漫談みたいになってますすいませんはいごめんなさい森山さんは ご自身だったら、どのシチュエーションになっているですか、はい、するなら、まあ、えー、されるならどちらでもまあでも、するすることの方が圧倒的に多かったんで圧倒的に多かったというか、することしかなかったんで <laughs> <laughs> ちょっとカッコつけました、はい、ええでも僕の中だったらやっぱ車の運転好きなんであードライブですかね 確かにドライブありやねはいで、そこで振られて気まずい空気になったらね、すぐ降ろせますじゃん。やっぱりこの花火大会の途中とかで振られたらシャレななんすよ、まあまあその空気。そう考えたらやっぱドライブですかね。うん僕、カーシェアリングでね、あの1か月マックス12万使ったことあるんで <laughs> 嘘みたいにもう車買えよう言いうぐらい借りている、はい、ブで僕は、うん そして今もフィリップ見ていただいてますけどもはい、はい、リリーさんがお選びいただいたフリップは、はいえー、こちらです <laughs> 恋人とお付き合いする際に相手に求める条件は 1>,、うんえはい、1位が、えー、金銭感覚、まあ、それは大事ですよね 2>,、はい、2位が愛情表現表現か3位が連絡の取り方ですね、えー、で4位が趣味との向き合い方趣味との向き合い方、まあ、同じ趣味ってことか<ー>、まあ、うそれもそうか。 で5位がコミュニケーションの頻度、うん、で6位がデートの場所頻度です7位<あ>食の好み7位が食の好みもっともっと上かと思ったなで8位が時間の考え方9位が生活の癖やっぱり金銭感覚が1位なんですねうん、まあ、大事なんでしょうねどうでしょうかねうん愛情表現男性と女性でやっぱ変わるんですかねうんどうですかこれ大事ないや僕は結構意外ですね 1位何,何やと思ってたえ外に出ないことです <laughs> なお前だけやってな <laughs> ったからそんな出たないやん <laughs> からそれはそういう方と会うためのアンチ対応アンチ対応ですか <laughs> はいはい <laughs> そのためのウィズですから <laughs> 金銭感覚ね 2> で2位が食の好みかもしれないですね僕はあ<ー>、うん、ちなみになんですかあなたまあまあ金銭感覚まあその20代の時は本当お金もなかったんで金銭感覚大事やなぁとは思いますけどまあ本当僕お金ないのに喫煙者だったんではい たまにね、しけもくとか吸ってたんですけど、いや、やめけよそれとかも許してくれる人、やっぱりいいな。ウィズででも無理よ万人中ゼロすウィズって、しけもくの質問欄ないんですかしけもく吸える吸えないの質問欄ないんですかないですよ、それは。ゼロですそうですか、でも、まあ、金銭感覚、愛情表現、愛情表現どうですかあんまり、愛情表現というのは好きだよ、好きだよと。ああ、なるほど。僕は言わないですね。 言わないですよね。だから言った方がいいんでしょうね。でもこの順位からすると、ちょっと勉強になりますこれで。好きとも言わない家にずっとおる。はい。いいですね。ストロングやね。本当に。ルームシェアの方ですよね。お前、お前ただの同居人やんだ。いやそれはね。出ていけ。同棲した場合はね。白衣脱げ。お前と俺。まあね今お二人ですまあ告白だったりとか価値観についてその相手に求める条件というところでお話聞きましたけど。 まあ、っとですけれどもお二人はどんな価値観が合えば、はい、パートナーとして候補にいやでも本当僕みたいなのがいいんですかシケモクとか言ってたやつが、えー、どんな価値観でも一回タクシータクシー、うん、東京ってタクシーでしたっけタクシータクシータクシーあウィズって関西弁行けましたね <laughs> いやいけるよそんなないやろ質問タクシー二人で乗ってた時に、はい。 結構喋ってくれはる運転手さんとかもいらっしゃるじゃないですか、うん、気さくに、うん、ー今日昼暑かったやろみたいな<は>そん時にねそれ遮ってちょっとそんなんいいんだ急いでもらっていいですかって一回言ってたことあって、うん、女性の方が、うん、そん時やっぱびっくりしましたね対応してほしい対応まあまあその急いでてんけどそん時にしてもなんかいい断り方<ー>断らないというか断るにしてもなんかあるやん言葉うん、うん、そういうのはなかなかうん。 とは思いましたけどそんなん俺の方が言い,いそうな見た目やのに、うん、<っ>僕貴様あれかもしれない貴様は貴様っていうのは貴様は結構あの昔からのやっぱあのまあまあ家庭環境とかいろいろあるんで一概には言えないんですけどやっぱ親をあんま大事にしないっていうのは結構昔からそれで別れたりしましたね、うん、どういうふうに大事にしてたのまあ多分まあうんまあまあ家庭環境とかあんまあると思うんですけど、うん、なんていうんですかねちょっと親の うん、悪口言ったりとか思っても言わないでほしいですねおーおー、まあ、他人に、えー、他人に自分の親の悪口を言わないでほしい親を大事にする方がいいです僕はうん家族をね、うん、最後真面目でしたね はい、いやいや、もう真面目っいうか、そこはもう譲れない。絶対あ、でも、そういうところが、多分、自分の価値観として、すごく大事で。相手にも知ってほしいところですよね。そ,ねそこはもう譲れないです。ああ<ー>。お母さんがね、もう、内田裕也さんと全く同じ髪型してるちょ,ちょっと金髪なだけです。だいぶ金髪です。そんなことです。びっくりしました、僕。コートも、こん、くるぶしぐらいまで。<laughs> 相方の、おかん、も一回見たんですけどね。あの、肩パットが、頭より高かったです。あ、負けないやろ。<laughs> この、この、ほんまに。いやいや。耳ぐらいや、耳ぐらい。<laughs> 高いな。 いまだに肩パッとやってるけど、いすごいやろ、バブリーな服着て。お、ねはい、お前前冷やかしいはということで、はい、あのこうやってねデータボードをご用意しておりますので、まあ、一緒にいらっしゃった方とかもこう盛り上がっていただけますし、これ以外にも全部で11枚のさまざまな調査結果、公開しておりますので、ぜひご参加になる方は、近くでご覧いただきたいと思います。